吉です。三味線ジャーナリズムよろしくお願いします。新年度スタートということで、今日がおそらく三味線ジャーナリズムを F スペースでやるのは今日が最後ではないかなと思います。いよいよニューヨークモードになってきました。政府要人ももう4月8日にアメリカに行くそうで、ほぼ同じ時期に僕もニューヨークに渡米します。去年の今頃はちょうど4月の12日のレジェンド・オブ・ストリングスのコンサート中止を延期を発表した時期だね。今日はちょっとラフな言葉遣いでいこうか。去年の今頃は公演延期のお知らせをしたところだね。あれから1年、信じられないな。とんでもなく長く感じたな。すっごいいろんなことあったもんな。1年経ってみて、でも実は去年の会社的ないろんな問題がクリアになった。むしろコロナのおかげでワールドコンパスは新しい方向性を見出せたなと思います。ニューヨークに旅立ちますけれども、当然なんか帰ってこれなそうなので、まあ、片道切符で行きたいなと思います。渡米前にいろんなお世話になっている経営者の方、トップの方とお話をする機会ありまして、今日皆さんにお届けしたい言葉は、一つ目はこれ。今日はちょっとラフに行こうかな。このフレンズスーツの DVD をニューヨーク持っていこうかな。今日のキーワードは人間万事採用が馬。まあこれは中国の故事から来ている言葉ですが、簡単に言うと飼ってた馬が春明っていう速い馬を連れてきたんだけれども、その馬に乗った子供だったかな、がそれに乗って足を骨折したと。で、骨折したことを理由に戦争に行かなくてよかったっていう、そんなコンパクトに話せばそういうことなんですが、不幸だと思ったことが実は幸いしたり、幸いだなと思ったことが実は不幸だったり、人間の世界に起こることって幸か不幸かはいろいろと状況によって変わるんだということわざだと思うんですね。人間万事左右が去年今年とまだまだこの状況続く中で、ニューヨークに行くということは多分いろんなことが起こるんだよね。コロナよりアジアンヘイトが心配だな。あちらの方がワクチンが進んでるそうなので、ひょっとしたらワクチン打てるのかもしれない。とにかく、あ、もう終わったなと思った中で、実は1年振り返ってみれば自分自身がたくましくなって、三味線もそして会社もとても力強くなったというか、たくましくなったなと思ってるんだよね。そして経営者の人からもう一ついただいた言葉が、良い人に出会ったら、悪い人に会ったら、これは僕がお世話になっている経営者の方から先日聞いた言葉で、良い人に出会ったら、たたたた、悪い人に出会ったら、なんとかと。良い人に出会ったら、お祭り。悪い人に出会ったら、悪い人に会ったら修行だそうです。良い人に出会ったらお祭りだと、悪い人に出会ったら修行だと。もしくはなんであんな変なやつに出会ったのかと、まあ男として人間としてクズみたいな男もいますが、
まあ、それは悪い人に出会ったら修行ということで、良い人に出会ったらお祭りということで、今日はニューヨーク行ったらいろんなやることが実はあるので、それを一個ずつやっていきたいなと思います。さあ、帰ってくるのはまだまだ分かりませんが、三味線ジャーナリストということで、いろんな情報を YouTube、 例えば新聞、ラジオ、いろんな形でつながってきてるなと思います。まあ、英語の勉強もできればいいなと。半年もいればまあ聞き取れるでしょう。日本最後の三味線ジャーナリズム、良い人に出会ったらお祭り、悪い人に出会ったら修行だったと。クソみたいな男いますけれども、素晴らしい男もいますので、これからはいい人と出会えるように、いい人生を送れるように、誰に言ってるのか分かんないけど僕にもニューヨークに行ったらいい出会いが多分あるだろうね。いろんな人を巻き込んじゃうから、おそらく今回ニューヨーク行ったらいろんな出会いが待ってるんじゃないかなと。すごく楽しみです。ニューヨーク県人会のみんなとも久しぶりに会いたいなと思ってます。 NYC、全身全霊で頑張ってきます。秋に新潟でお会いできることを楽しみにしております。改めまして、ご支援いただいている皆様、スポンサー企業の皆様、そして何よりも文吉のファンの皆様、去年1年間大変ありがとうございました。今年は勝負に打って出たいと思うので、待っててください。必ずいい報告ができると思います。じゃあまたニューヨークでやりますので、楽しみに待っててください。みんなありがとう。行ってくぞ。行ってきます。